第89回 NHK 全国学校音楽コンクール規定案内その3。皆様、ご機嫌いかがですか？木綱ひふみです。コロナ禍の中、おととしは中止された NHK 全国学校音楽コンクールですが、昨年の大会は無事行われました。今年は開催予定で、先日、参加のご案内が発表されています。基本は昨年の改定を踏襲していますが、一部追加や変更等があります。この動画は N コン2022の参加規定などをお伝えする第3弾です。Q&A 形式にしています。この動画内の表記に関する説明です。以前ご紹介した動画に2020年度の規約に基づく話があります。ご参照ください。この動画では、声フォントを使った音声案内をつけています。2、参加申し込み方法。申し込みの流れ。申し込み方法を教えてください。流れは、こういう感じです。参加申し込み書はどうやって作成、印刷しますか？ここに書いた3つのパターンがあります。いずれの方法でも印刷して学校長などの記名や押印をしてもらう必要があります。ネット上で完結しませんので注意が必要です。教育委員会の責任者とは？実は今年の要項に次の文言が記載されています。要は、部活動改革や教員の働き方改革で、学校ではなく、教育委員会が主体となって部活を行う団体が出てくるようになったため、参加校責任者の記名や押印に関して、学校長の代わりに、教育委員会の責任者ができるようにしたということです。学校単位で部活動を行うという、日本の元来のやり方が問われている昨今、その、学校単位がベースになる大会の存在意義も問われる時代です。それは、どの部活にも言えることですが、存在意義を突き詰めていくと、順位なんかつけるなとか、大会とかコンクールとかなくせばいいのではと、努力してきた人の気持ちを逆なでするような、ある意味グレーな輩も、一定数世の中にいて、非常に厄介な時代です。個人的には、なくさずきちんとやるべきだと考えます。参加申し込み書の記入方法は？これについては、細かい話になってしまうため、概要欄にある参加のご案内の PDF ファイルや、ウェブページをご参照ください。記入時に自由曲の著作権情報が必要になります。著作権に関しては別項目で詳しく紹介します。提出物一覧。何を NHK に提出する必要がありますか？以下のものになります。参加申し込み書、楽譜提出チェックシート、自由曲の楽譜は必須です。さ、選曲について、課題曲について。課題曲は改編できますか？中学校の部で男性合唱になる場合を除き、改編はできません。中学校の部で男性合唱になる場合は、混声版また女声版の1オクターブ差りによる演奏が可能です。自由曲について。自由曲の著作権について。自由曲の著作権に関しての規定はありますか？任意ですが、参加校で著作権を調べた上で、参加申し込み書に著作権の状況を記入してください。昨年度は必ずという感じでしたが、今年は任意扱いです。なぜ著作権処理が必要なのですか？コンクールでの演奏を放送、配信するために必要となります。処理ができず、配信できないケースが過去にあります。最終的に許諾を取るのは N コン事務局ですが、権利処理に時間がかかることがあります。事前に参加校側で確認をすることで、権利処理を円滑に行い、早期に放送や配信を可能とするようにしたいという思惑が NHK にあるようです。管理外の曲は自由曲に選べないのですか？そういうことはありませんが、
権利処理に問題が生じて放送や配信ができなかったり遅れたりする可能性があるということを了承しておく必要があります。著作権はどうやって調べますか？音楽著作権管理団体の JASRAC NEXTOM のデータベースを使い右のような流れで調べます。データベースとはどういうものですか？どういう利用方法を許諾をしているのかを示すものです。今年は詳しい調べ方が N コンのサイトに掲載されています。特殊なケースはありますか？ここに記載のようなケースがあります。早めの確認が必要なこともあるので注意が必要です。日本の音楽著作権管理団体というとかつては JASRAC がほぼほぼ独占していましたが、いろんな諸問題があって他の著作権団体も生まれています。 NEXTOM は JASRAC ほどの管理楽曲数はありませんが、 JASRAC の諸問題を敬遠して管理をお願いする作曲家もいらっしゃるようです。放送は JASRAC、配信は NEXTOM という楽曲も多いです。差別的表現などについて歌詞が問題になることはありますか？次のような規定があります。放送や配信を前提としたコンクールなのである意味当然なのでしょう。ただし放送や配信をしないだけで選んではいけないというものではありません。長くなりますのでこの動画はここまでです。続きはその4で